写真機書き中、はい、今回は、はい、爆売れ中のアプチャー LED 照明、アプチャーですか、取り上げたいと思うんですが、ほう、ここには、はい、今アプチャーの最新型の 600X Pro がありますね、うん、まあ明るい、今何パーぐらいです、 8.8% LED 照明、今すごい巷で爆売れ中なんですけど、じゃあどのぐらい性能がいいのかっていうのを、うん、ぜひ比較したい。なるほど、うん、何と比較します、今日は。まず僕ら写真屋なんで、うん、ストロボと比較したいですね。ほうほう、でなるほど、まあ、ストロボと大会でなかなか LED 照明使うことがあるかどうかと言われるとちょっと疑問符もありますが、確かに最近の灯体、うん、サイズもちっちゃくなってきてる、下手すらブロンカラーよか、え、もしかしたらちっちゃいんじゃないかっていうぐらいのサイズになってきてますね。そうですね、だから昔だとストロボと、ムービー用の照明ってなかなか一緒にはならなかったけど、その可能性を秘めてるライトなんで、そこをストロボと比較したいのと、はい、あと従来のムービー用の照明の代表であるタングステン、白熱灯型ですねの要はオレンジ色の照明、劇場とかで見たりするやつだね。そうですね、はい、であと皆さんが一般家庭にあるここの蛍光灯と、蛍光灯照明を比較してどう映りが違うか、カッキーに撮ってもらいたいと思います。写真機カキ中、意外にね重いんだよね。ブーツがまた似合いませんね、キャラ的にペーパーとかの再現性をこう比較するためによくあるこうフルーツ盛り合わせを今中野さんが体現してくれてるということですね、うん、これ見ての通り灯体が4つ用意されてます。タングステンライトですね、そして2番目はストロボですが、ジャパンのメーカーですね、サンスターストロボさんのこれね、ストロボですね。そしてその横にあるのがこれプロフォトさんの B10 プラスですね、はい、そしてその横にあるのがアプチャー600、これ中野さん何から撮ってほしいですか。そうですね、じゃあまずサンスター、はい、プロフォト、はい、アプチャー、タングステン、蛍光灯と5パターンいきましょうか。じゃあ我々がねよく使うこのゼネ式のサンスターストロボですね、はいはい、じゃあ行ってみましょう。中野さんフルーツに負けない絵なんでねうん、でいいのこれで、あ、いいですいいです、一番持ちやすい位置ってそれぐらいですか。このぐらいですね、はい、じゃあそれで大丈夫です、ずっとその格好しといてくださいよはい、はっ、なるほど、そしてそして次が、はい、プロフォト、モデリング LED なんですね。モデリングは LED です。明るいな。B10 はバッテリーで駆動できる、リチウムイオンバッテリーで駆動できるので、うん、あ、まあもちろんあれですよ、一応調光も可能ですけど、はい、ああなるほど、はいはい、この LED では撮れないんですね、あまり。まああれっすね、あのそこまで明るいかと言われるとそこまで明るくないし、バッテリー駆動だから、うんうん、あまり戻らないですね。なるほど、はいはいはい、ね、このままで大丈夫、はい、行ってみましょう。笑顔がだんだん硬いですね。はい。はい。これがプロフォトの B10X。タングステンいきましょう。タングステンね。はい。うん。順番前後しますけれども。タングステン。イニシエの僕も小学校の頃の劇でこれを当てたような記憶がありますね。なるほど。そのまま撮っちゃうとめっちゃ暗いと思うので。俺が動かないってのはあり？え？中野さん動かない。いやいやいや、難しいよ、それ。うん、いいよ、頑張るよ。頑張るよ。10分の1ですよ。あ、オッケー、頑張るよ。はい。はい。難しいね、10分の1。なるほど。うん。あ、じゃあ、ということですね。ちょっとね。一旦暗くなりますよ。ね、はい、はい。アップチャーということですね。いやこれ今、さっきの、パーセンテージと同じ 8.8% ですね。なるほど。これ色温はどのくらいなんですか？ 4750K ということですが、うん、こちらのアプチャーはバイカラーなので、色温も調整が可能でございます。なるほど。
好みの色温ありますか？まあ、ローで撮ってるからあんま変わんないんですけどね。まあまあ、じゃあ、5500にしてみましょうか。5500。うん。そうですか。はい、こんな色変わりますね。見ての通り。はい、6500ケルビンから、なんと2700ケルビンまでいけるけど、今回は5500ケルビン。すぐ変えられるね。そうですね。ちなみにさっきの、あれですよ。はい、8.8% で、タングステン、これタングステンって言ってますね。500ワットと言われる。500ワットタングステンなんですけど、それよか、若干明るいです。8.8% で。なるほど。すごいね。ということは、これ、100% に持ってきますね。はい。はーい。仮に 100% としたら、めっちゃ眩しいです。そうだね。なおさん。それがあるんだよな。なんと125分の1、ストロボと一緒ですね。型。いやいや、すいません。なや、もうちょっと笑ってくれや。フレッシュ、ビーフレッシュ。フレッシュさはさすがにもう失われてますけれども。長野さんという。はーい、ということですね。そして、じゃあ明かりですね、蛍光灯を取りたいと。はい。蛍光灯を全部つけて。そうですね。はい、消えた。まあ、ライトの、ね、光源が違うから、絵的にはちょっと評価できるかどうかというと、何なんですけど。そうですね。一般の蛍光灯ですかね、これね。はい。明るさで言うと、さっきのタングステン 500W を直で当てている明るさと一緒、うんうん、シャッタースピードやら。はい。ありがとうございます。蛍光灯ですね。はい。蛍光灯です。なんとこれで全部が揃いましたね。6500ぐらいです。じゃあこれ持つのいいですか？結構重くてさ。だよー。根性ねえなー。ぐらいの重さなの？どれだ？はい。言うても。いや。言うても。まあ。じゃあ結果を見てみましょう。はい、結果発表。写真機書き中。お、パターン並びましたね。並んだ。パッと見てどうですかね？サンスターストロボね。ストロボで、こっちが B 点、プロフォト。プロフォト。で、これがタングステン。タングステン。はい。で、アプチャー。アプチャー。はい。で、蛍光灯。ですね。蛍光灯がやっぱりね、なんか色もちょっとくすんで見える気がしますね。まあね、光源がね、全然違うので、蛍光灯はね、天井に仕込まれてるものだから、全体的に回ってるし、色が出にくい位置ではある。うん、でタングステンが色温度が低くてちょっとオレンジに見える。そうね。そうですね。そうね、そうね。いや、今色温これ合わせてるんでしたっけ？中野さんのパーカーに合わせて合わせてるので、タングステンはこのグレーのパーカーに合わせてもちょっとオレンジ色。なるほど。はい。タングステン、まあでもバチクソ硬いですね。まあ、フレネル入ってるから硬いっていうのもありますが。ああ、なるほど、なるほど。フレネルレンズっていう、よく、なんでしょうね、舞台照明とかで使う、長くなる前につけるレンズですね。うん、照明の前に。リフレクターが入ってる、入ってないでも随分違ってくるんでしょうね。そうですね。はい、まあ、標準的なリフレクターをストローボフィニッシュと、あと、アプチャーにも入ってるからね。使ってるんですが、こう見えると、やっぱプロフォトの、あれね、影綺麗ね。そうですね、やっぱ硬くてって感じ。硬いけど、なんかぼやけながらも芯があるって感じで綺麗だなと思いますね、うん、明るさで言うとどうですか？はい、はい、明るさはね、やっぱ500W のタングステンやと見ての通り多少シャッタースピード10分の1でしょ？うん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 。はい、蛍光灯と一緒ぐらい、やっぱ暗いですよね。スチルで使おうかって言って 500W やって言っても全然足りへんということですよ。中野さんが頑張ったから止まってるように見えるけど、うん、ほんまは全然止まってないでしょ。まあまあそうだね。いや止まってる。すげえ。すげえ、やった。目も死んでるけど動きも死んでる。死んでる言うな。うん、でこう見てみると、あとやっぱアプチャーの光とストロボの光で比べると似てるんだけど、うん、やっぱストロボの方若干こう、なんでしょうね、オレンジの色味みたいなところとか、肌色のシャドウの色味とかが、うん、やっぱストロボの方が整ってるような気がしますよね。
アッチャーをやっぱおかまかけたからちょっとぼやけたけど、はい、本来は天候源なんですよね。そうですね。なんかおかまがね、なんかちょっとこうブレみたいに見えたような残念ですね。あと、うん、80分の1ですからストロボほどの香料は出ないよですかね。やっぱそこにはまだね、香料としてストロボとアプチャーや、うん、の差がすごい、まあしゃあないよね、まだある。一瞬で爆発した、うん、あ光を出してるストロボと比べるのがまず問題ではあるんですけどね。ストロボ光源っていうのは強いですね。強いね、うん、ただやっぱあれですね、アプチャー全然熱もないしさ、うんうん、サイズもちっちゃいし光量も、ね、変えられるしね、うん、まあ今回バイカラーやから色温も変えれるしっていうすごい扱いやすさもあるし、うん、アプチャー使えるなって感じになるな。なかなか定常光でね、昔は写真撮ろうかっていうとちょっと抵抗があるというか、実際うまいこといかない HMI とかミックスされる人もいましたけど、ね、そこまで主流になれなかったところを補うぐらいのなんか扱いやすさは感じますよね。 LED 照明ってそんなに進化したんですかね、ここ数年で。どうなんだ、注意してほしいのは LED だからいいんじゃなくて撮影用の LED なんですよね。うん、そう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 、ここを間違えないでほしいなと思うん で撮影用の LED ってそれまですごいちょっと高かったし光量も低かったけど、ね、まあ、急に高性能を上げてきたっちゃ。そうですよね、音もね静かやしね、うんうん、HMI の独特なキーンみたいなのもないしね。まあ確かに音ないね、アプチャーはね。なんで売れてるかというのはよくわかりますよ、サイズ、価格、うん、うん、熱出ない、まあ当然性能がいいって、ね、撮影用の LED としてちゃんとしてる。だから中国のアプチャーというブランド、アパーチャーとフューチャーをかけた造語らしいんです。なんでしょう、空町みたいな感じですか。あとね、僕思うんですけど、写真用にストロボって理解するの結構一般の人は難しいと思うんですよ。まあまあまあ、そうですね、うん、実際に見えてる光と撮る光は違うとか、そうそうそう、これだけでも全然違うもんね。そうそう、あと光量比とか、うん、それを実際物を見て撮れるから、僕は一般の人が写真を撮るのにもアプチャーは向いてるんじゃないかなとは思うんですよ。ストロボを使う回っていうのはまた別に今度やるとして、うん、アプチャーでも写真が撮りやすくなった、だムービーだけじゃないよっていうことが言えるかなって僕は思ってます。で、うん、最後に、はい、アプチャー買うじゃないですか、はい、どうやってセッティングしたらいいと思います？パッとやれる方法みたいなのがもしあるとすれば、あるとするならば、うんうん、こうです。一番簡単な方法は空から光を当てることです。天井が白ければ天井に向けて打つ、これが一番自然で簡単なライティングですね。今までの照明とかって天井に当てちゃうと暗くなりがちだったじゃないですか。だから明るいからこれができるっていう感じ。業界変わる感じはしますね。そうよね。やっぱり写真には光が絶対必要だから、その光を作る方法が増えるっていうのは非常に喜ばしいことだと思いますよ。そうね、いろんな作品にこうストロボだけじゃなくて使えていくっていうのはね、いいと思いますんでね、一発二発入れてみたらどうですか。アプチャーの回でした。ありがとうございます。